まず吹越充さん、そしてでんでんさんです、最後は、園子温監督です。どうぞ皆さん拍手をお迎えください。今日のような天気の良い銀座の昼下がりに、見るにはどうかなという内容の映画を作りました。そのシオンワールド、猛毒エンターテインメントでもあります、冷たい熱帯魚、どうぞご堪能ください。みんな怖い怖いって言ってるんで、まあ本当に普通に娯楽映画に合ってると思うので、はい、その辺、まあちょっとまあ若干愛の向きな人は方向性が真逆ではありますけども、まあ絶対、僕は自信持っていい映画だと思いますので、ぜひ、見ていただけたらいいと思います。一言で言うと、ちょっとこういう近い距離でご本人目の前にしていいのはあれですけど、そうですね、天才的なアーティストだと思います、はいはい、この映画作りっていうのが遊びという感覚で表現するならば、その中のガキ大将みたいな感じがするんですよね。なんか引っ張っていって、でうまく乗せられて、夕方になったらいい気持ちで家路に作っていく、そういう感じですね。で、私を乗せてくれるのがうまいんです。エロティックに可愛くなんかもっとってもう数々の言葉をこう私に浴びせてくれて、でまたそこに私乗ってしまって、とんでもないことを今回映画の中でいろんなことに挑戦してるんですけれども、これも本当に私にとっては集大成であるなということと、もう感謝しきりです。なんていうのかな、照れくさいですけど、すごく愛のある方です。はい、難しいですよね。でも、まあこの際全部受け入れてその通りだと、はい、後半のシーンを撮影クランクインに2日目に撮らなきゃいけないとか、神楽坂さんと僕、まあ、夫婦役なんですけど、夫婦に見えるようにどうするか、まあ、とりあえずキスしろみたいな演出があったりとか、その日の演出でなんかどん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 乗せられていくっていう撮影ですね。なんか今までの人生も否定されるぐらいの感じを受けるぐらい追い込まれたわけなんですけれども、辛いけどいいことというか、本当嬉しいことだったです。ありがとうございます。1日目のリハーサルの時に、私全然ダメダメで、もう現場に連れていけないって言われて、もうガーンって落ち込んで、その日の夜のお風呂でガン泣きしてクソと思って、でもその言葉がなければ私は変わらなかったので、もう今ではもうすごい感謝しています。偶然なんですけど、昨日僕の友人が西麻布の真夜中に号泣してるおっさんがいて、よくよく聞いたら冷たい熱帯魚を見て人生変わったとか叫んでいたのを見たよってさっき電話があったんで、すごく嬉しいなと思いました。そういう映画であって、本当にいい、嬉しいですね、はい、ありがとうございました。